アランラックはアメリカ合衆国の俳優である。1956年、オハイオ州クリーブランド生まれ。地元オハイオの高校を卒業後、イリノイ大学アーバナシャンペーン校へ進学支援劇を学ぶ。1979年に同校を卒業。1983年にバッドボーイズでショーンペンの友人役で映画デビュー。1985年には、 マシュー・ブロデリックと共演した舞台において、ブロードウェイデビューを果たした。翌年出演したジョン・ヒューズ監督の、フェリスはある朝突然に、で再び、ブロデリックと共演。同作では、ブロデリック演じる、主人公の親友役を軽快に演じた。当時29歳であったにもかかわらず、17歳の高校生を演じ、高く評価された。日本でも、同作の出演で知られている。 それからは、順調にキャリアを重ねていき、映画、テレビ、舞台など幅広い分野で活躍。テレビドラマにおいては、マイケル・ J ・フォックス主演のコメディドラマ、スピンシティへの出演でも知られており、1996年から2002年まで出演した。1994年には、人気シリーズの映画版、スター・トレック・ジェネレーションズへ出演して、 USS エンタープライズ B の艦長のジョン・ハリマンも演じている。かつて、フェリスはある朝突然に、で共演した名優のブロデリックとは、多くの共演作がある。メル・ブルックス監督の映画をブロードウェイ舞台化した、プロデューサーズの再演版では、初演でブロデリックが演じていた、レオ・ブルーム役を演じた。現在もテレビドラマや映画にコンスタントに出演しており、 着実に俳優としての地位を築いている。1984年に結婚しており、二児の父親となったが2005年に離婚。その後、2008年に女優のミレイ・ウィーノスと再婚。2010年には長女が誕生した。 http://articles.chicagotribune.com コロンススララッッシシュュスラッシュ1986-07-03スラッシュフィーチャー e スラッシュ86021706411フェリスブラー作成ストーリーギャメロンフライありがとうございます